本日、BBC が世界に向けて報道した内容を翻訳してみた。以下お聞きください。岸田文雄首相は、昨年11月に行われた与党議員の集まりの中で、薄着のダンサーが踊っていたことを非難した。自由民主党の支部が主催した、このイベントの映像が流出し、水着姿の女性が参加者の膝の上に座っていた、と報道された。岸田首相は、金曜日に行われた国会での質疑で、このイベントは、極めて不適切であり、極めて遺憾だと述べた。少なくとも主催者の一人は党を辞職している。地元メディアの報道によれば、大阪と京都を拠点とするグラマーダンサーズの一員とされる女性たちは、参加者の口から吊るされた紙幣を口で受け取るよう求められたという。このイベントには、西部の和歌山市で自民党青年部のメンバーが参加した。主催者の一人である川端哲也氏は以前、ゴーゴーダンサー、ナイトクラブで観客を楽しませるために雇われたダンサーを指す、の存在は、多様性を確保するためのものだと述べ、このイベントを擁護しようとしていた。地元の自民党青年部副部長である川端氏は、日本の放送局オール日本ニュースネットワークの取材に対し、多様性というテーマに合致するかどうかなど、様々な観点から検討した結果、ダンサーを招聘したと語った。この集まりは私の予想を超える興奮を呼び起こしたと、報道は川端氏の言葉を引用した。彼は現在、党を辞職したと報じられている。自民党の全国青年部は先に謝罪し、このイベントに出席した他の二人の議員も、党を去ると発表した。水曜日、岸田氏は、このイベントは、多様性という内閣の目標に、合致しないと述べた。私の内閣が求めているのは、すべての人が、その尊厳と多様性を尊重され、生きる意味を感じられる包括的な社会ですと、地元メディアは、岸田氏の発言を引用した。さらに、このイベントの資金は税金ではなく、参加者の会費で賄われていると付け加えた。これは、自民党が直面している一連のスキャンダルの中で、最新のものであり、特に党の最も強力な派閥に関わる、資金集めのスキャンダルがそうである。また、自民党が男性優位の日本の政界にもっと女性を迎え入れようとしている矢先の出来事でもある。岸田氏の内閣には現在、過去最多の5人の女性がいる。しかし岸田内閣の支持率は、2012年に自民党が政権に返り咲いて以来最低を記録している。木曜日の世論調査では、3月の支持率は 18% だった。